まあ、呼吸でもって姿勢をまっすぐにするっていうのをちょっとやってみようと思います。まあ、1人がこう立っています。で、もう1人はこうやって、まあ、曲げていくと。まあ、首のところに手を添えて、で腰のあたりをこう曲げてあげるといいですね。こうやって押してあげると。で、こうすると姿勢が曲がりますね。で、これをこっちの近藤さんが呼吸をするわけで、鼻から吸って口から吐く。そうすると、そうするとその呼吸の力がこう内側から姿勢を整えてくれる。っていうことが起こります。で、これね、よくある間違いが、ちょっとやってもらっていいですか。こうやってこうされてるから、これ対抗することですね。で、これはこうパッと離されると、こうバランスが崩れるわけですね。で、このバランスを崩そうとするのに対して、反対側にバランスを崩そうとして、保とうとしてるので、これはいずれにせよバランス取れてないから間違いですね。話もやってこうなっちゃう。だからやりたいのは、こうやって、ただまっすぐ立っていると、こういうふうになった。で、曲げられちゃったから、で、こう呼吸をしていく。で、そこの緊張をこう手足から出してもいいし、腰動かしてもいいし。こうすると、まあこう反力じゃなくて、まっすぐになろうとする力で姿勢が整ってくるっていうのがわかると思います。で、まあやってみてください。